プラススポーツボタンね、これを押すと、うわぁ、嘘、あ、マジか。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ CRZ ですね。こちら中古車販売になるんですが、99万8000円と ZF2 後期モデルになるみたいですね。早速会社の方見てみましょう。ホンダ CRZ ということで、いいの出たなという感じがします。こちらの車ね、車検付きで令和4年の2月まで、付いております。走行距離は、4万5000キロになりますね。ちなみにね、皆さんもご存知だと思うんですけど、これハイブリッドカーになるんですよ。ハイブリッドスポーツカーですよね。しかも6速マニュアルということで、なかなかね、ハイブリッドカーで、6速マニュアルっていうのがないんですよね。なので根強い人気というわけですよね。パワーユニットは、IMA ということで、本当にね、初期のハイブリッドシステムになりますね。結構マッチョなボディしてると思いませんか？おケツがね、結構膨らんでますよね。ちょっと近づいて見てみましょう。ほら、これフロントフェンダーも結構出てるの。特徴なのがこの辺ですよね。やっぱリアフェンダーがすごいもっこり。いや、当時ね、このハイブリッドカーってまだ出始めで、なかなかこういうスポーツカーを出すっていうのが、他のメーカーではなかったですよね。まあ、ホンダは NSX がハイブリッドハイパースポーツカーにはなるわけなんですが、まあ、それの先駆けになるわけかな。 CRZ ハイブリッドね、面白いですよね。あ、結構綺麗綺麗。やっぱこのリアテールランプのね、くすみとかなくてすごい綺麗ですよね。ここで出てくる中古車って結構程度のいいのが出てくるんですよね。前のオーナーさんがやっぱ結構大事にね、乗ってる方が多いという感じがします。あ、この丸いこのヘッドランプがこれブルーでかっこよくね。これなんかブルーがかっとる。フロント周りも擦った様子はなさそう。結構ね、これ99万、まあ100万ぐらいで遊べる車だと思います。結構ね、スポーツカー乗りたいけど高いのはなと思ってる方は、これぜひともおすすめですよね。で、意外とね、被らないです。この車、そんなに実は売れなかったっていうね、ちょっと伝説がありますので、まあその辺も人と被らないっていうね、感じでいいと思いますよ。あ、結構こうやって見るとね、フロントが長いんですよね。ではこの勢いで内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。ああ、車高が低い。内装の方はね、こんな感じです。あ、結構綺麗綺麗。いや、本当にこれ前のオーナーさん大事に乗ってたんだなという感じがします。こういうところね、結構質感高いんですよね。このメタリックのね、ハンドルというか、すごい綺麗です。うん、あ、そうそう、これプラススポーツボタンね、これ押すともうドッカンですよ、ドッカン。面白いでしょ、こんなところにプラススポーツボタンがついてるっていうね。ね、6速マニュアルちゃんとついてでしょ。これ本当にね、異質な車ですよね。ハイブリッドカーなのにマニュアルがついてると。ああ、ちょっと緩めやな。さっきちょっとタイプ R 乗ってきたんで、その差はちょっとあるな。やっぱりちょっと緩いか。まあこんなもんか。で、こういうところが結構特徴的ですよね。若干こう未来を意識したようなデザインでもあるなという感じがします。なんかコックピット感あるよな。そっか、エンジンボタンじゃないんですね。これか。カードを入れてください。お、結構演出がね、されてますよね。この出始めのハイブリッドカーっていう感じが出て、すごい未来っぽい感じでいいと思います。ちなみにシートはね、こんな感じです。そんなに汚れた感ないな。いや、もっとちゃんと見てみますね。あ、扉が重たい。扉でかない、これ。これめっちゃ扉でかいです。こんなんで、これ面白いですよね。こういうちょっと空力考えられたような感じで、こう横開けします。シートね、こんな感じ。だいたいこの辺がね、結構シートベルトで擦れた感じは、ちょっとだけあるか。ちょっとだけモケっとしとるけど、まあ許容範囲かな。IMA ハイブリッドカーです。
実際 CRG が出てくる。でバッテリーゲージがありますね。あのメモリが結構あります。チャージだいぶされてるよという感じですね。このプラス S ボタンを押すと、もうエンジンもフルパワーで電気もフルパワーといった感じになるみたいですね。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。広角によし、ホンダ CR-Z。 重しで、マニュアル重しで、はいはいはい、こういう感じね。メーターのところがグリーンになったり青になったり頻繁に変わります。あの今ノーマルにしてるよな。ノーマルにしてる。これイーコン、ちょっとイーコンやってみようか。あ、いろいろいじれて楽しいこの辺楽しい、この辺。はい、今イーコンでスタートします。え、これイーコンなん、これ佐川からね。ちょっと普通モード、あ、ちょっとやっぱあのマニュアル軽めかな。さっきねちょっとタイプ R 乗ってたんですよ私。動画撮影そのまま続けてやっております。結構ねタイプ R はねやっぱ別物ですよね。あの手の届くスポーツカーという感じでこれだって100万で買えるもんな。お、 CRG 今すれ違いました。なかなかマニアックな方いらっしゃいますね。この間ね、確か、CRG のオートマ乗ったんですけど、このマニュアル初めて私今乗りますね。これね、ドノーマルです。あの、この間乗ったのは、あれバリバリ、なんか足回りも変えてて、ゴツゴツしてたんですけど、今これ普通の、本当に、どこもいじってないと思います。それの感想としては、普通に乗れる。もうちょっと味付けね、グッとこれ足回り変えてもええかもしれんな。まあでもこれ100万ぐらいで買えるんで、その辺ね、今これベース車両として買っても面白いんじゃないですかね。いろいろいじってね、自分色に染めていくっていうのもいいと思います。この辺押したくなる、これ押しやすい。ここにスポーツモードとかノーマルとか、なんかいろんなところに飛んでるやつありますよね。このシフトレバーの近くにスポーツモードがあって、イーコンはこっちとかね、そういうのはありますんで、まあ、これまとまってる方が私は好きですね。あ、意外と後ろもちゃんと見えるよ。なんかね、こう CRG ってこうなってこうなって、ここがガラスなんですよね。ではプラス S ボタンを押してみようと思います。これ確か30キロ以上しか効かへんやったかな。行くよ、押します。うわははは、嘘。あ、マジか。これはちょっとごめんなさい、さっき普通の車と言ってたんですけど、私誤って、普通と言ってしまいましたこれプラス S ボタンめっちゃおもろい、全然豹変する。はい、ちょっと前が空いたので今30キロ超えましたね。押しますよ。マジか。ああ、ああ、おもろい。これはおもろい。やっぱ CRG マニアがまだいるっていうの分かりますね。これ今の車もこれつけたらええのに。豹変するわ。たまにちょっとぶっ飛ばしたい時ありますよね。ちょっとぶっ飛ばしてって思う時が、これちょっとプラス S ボタン。このボタンだけでこの CRG 選んでもいいかもしれないですね。足回りも変えんでええんちゃうかな。やっぱさっきのドッカンターボじゃないけど、ドッカンハイブリッド、あれが楽しめるからいいと思います。一応これオートクルーズ的なやつがついてるのかな。ホンダセンシングとまではいかないやつかな、うん。でこれノーマルのマフラーなんですけど、結構いい音になりますね。なんかうるさすぎずね、静かすぎずみたいな。よし、うん、あ、今そっか、エコでこれか。はあ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 、あ、これ普通にスポーツモードの方が面白い。あ、全然ちゃうわやっぱ。はいはい、楽しい。これ買いです、これ買い。この車買いやと思う。フィットの RS とかね、いいんですけどね、またちょっとそれとは違う、
何かを感じるぞ。なんかやっぱ結構どっしりしてるんやな。あのフィットとかは車両が軽いんでね、なんかこっちの CRG はあの幅広というかローワイドというか、こう地面結構車高低いと思います。これあの座面がね結構下の、こう座った時にこう結構下なんですよね。なんかフィット RS とかはなんかやっぱこうちょっと車高が高いんかな。でちょっとふわふわ感、まあだいぶよくはなってるけど、まあこっちの方がちゃんとこうスポーツカーとして設計されてるような感じがする。うん、難しい選択ですね。あの RS もいいな。フィット3の RS 6速マニュアル、あっちはね4人乗れるしな。あ、5人か、5人乗れるし、こっちはまあ一応4人乗れるけど後ろは荷物置きですね。しゃあねえですわ、そこは割り切って、ね、まあでも意外とそこの割り切りはね結構選択するには重要なポイントかもしれないですね。うん、3速からの伸びもいい。あのやっぱこれエンジンやわ、エンジンがいいと思う。うん、ずっとスポーツモードでいいかもしれん。これノーマルとかイーコンとかあんま燃費考えて乗るような人少ないと思いますんで、私はねこれずっとスポーツモードにしといてもいいんじゃないですかねと思います。はい、というわけで、こちらの車ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄に貼ってますので皆さんチェックしてみてくださいね。そしてね、ついでに私のチャンネルも面白いと思った方、グッドボタン、そして、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ホンダ CRG、中古車販売でした。じゃあね、ボーイ。